んにちは。吉村農園の吉村です。で今日はね、書いてある通り苗センターに来てます。苗センター、とりあえず、今日はね、いつもと違う感じなんですけど、苗センターに来て来年の親株の苗を引き取りに来ました。白いイチゴのね、今日苗を配布ってことだったんで、どこだここ、森こういうところで作ってるんですよ、ね、後ろにね、ハウスがあるんです。本当はね、中でね、撮影したかったんですけど、中はやっぱりね、企業秘密っていうのもあるから、なかなか撮れなかったんで、とりあえずここで看板、そしてもらってきた苗のね、ちょっとどんな感じかっていうのもお見せしたいなと思います。では早速行ってみましょう。はい、でもらってきた苗なんですけど、こんな感じ。これが白、もうなんかすげえ曲がっちゃってるけどね多分その最初こうやってなってるから、こっちにこうどんどん行っちゃったんだろうね。まあ、こんな感じで、はい、もらってきました。これが白いイチゴね。とりあえずね、50本もらってきたんで、これを来年の親株に使って増やしていこうかなと。でね、これね、全然薬みたいなのかけてないらしいんだよね。普通苗って薬かけるんだけどね。うん、全くそういう薬をかけないで栽培したんだね。大丈夫なんですか。あ、でもちゃんと根っこもこんな感じでなってます。OK。まあこれをここから僕たちが増殖していくってわけですよ。たくさんの。まあとりあえず戻ろう。もう早く戻って水かけてあげないと。こんな狭いところにいたらストレスでおかしくなっちまうよ。人間もそうでしょ。こんなところにいたらおかしくなっちゃう。早く早く。取っちゃったらどうしようこれ。やばいな。まあいいや、とりあえず早く戻ろう。では、こっからはワープだ。行くぞ。一気に行くぜ。せーの。よいしょ。と戻ってきたぞ。とりあえず無事、戻ってきました。この苗を持って。とりあえずね、あとはね、こっからハウスに植えていきます。またその動画も近日公開しますんで、ぜひご覧ください。では、また。